初代ガードナー男爵アランガードナーガードナー男爵はイギリスの男爵位。庶民院議員も務めた海軍軍人のアランガードナー帝徳に対して1800年にアイルランド貴族として1806年に連合王国貴族として創設された。この爵位は三大男爵の没後は保持者不詳となっている。初代男爵となるアランガードナーは 第11竜起兵連隊の陸軍中佐となったウィリアムガードナーの息子であった。彼は父親とは対照的に王立海軍へ入りハウ教やブリットポート教の下で指揮を取り最終的には海軍大将まで昇進した。また1790年には庶民院議員へ選出された。1794年に順断尺となった後、 アイルランド貴族への助釈後も引き続き庶民議員を務めていたが、1806年にカウンティ・オブ・スタッフ,フォードにおける有得したあのガードナー男爵を授けられ、貴族委員へ移った。初代ガードナー男爵は1809年に死去し、長男のアラン・ハイド・ガードナーが爵位を継承した。彼も王立海軍の軍人となり、就職前の1805年には戦列艦。 ヒーローの艦長としてフィニステレミサキの海戦を戦った。1815年にガードナー死者区への少女が発表されるが、女爵上に黒人が押される前に死去したためこれは幻に終わった。第二代ガードナー男爵は二度結婚しており、前妻マリア・エリザベスとの間にヘンリー・フェントン・ガードナー、後妻シャーロットとの間にアラン・レック・ガードナーという息子がいた。フェントンが 継承権を主張したものの、貴族院は、マリア・エリザベスが妊娠したと推定される時期に、アラン・ハイドは養生にいたとして、不倫による非着出死であるという判決を下し、アラン・レックが第三代男爵となった。第三代、ガードナー男爵は長じて、ホイックの政治家となり、メルバン教の下で自重を務めた。1883年に、第三代男爵は死去した。 彼は二度結婚しており、五歳との間には男子がいたが、結婚前に誕生していたため、被着室子とされ爵位の相続は認められなかった。初代男爵の次男の孫にあたるアラン・ハイド・ガードナーが継承権を主張したものの、彼を含め誰も正当な継承権を証明できなかったため、爵位は異語保持者不詳となっている。21世紀になって、歴史家のウィリアム・ダルリンプルは、 インドのウッタルプラデーシュ州で農業を営むジュリアン・ガードナーが継承権者なのではないかと推測した。バーナード・バークはジョン・フェントン・ガードナーとしている。初代キャリントン男爵の娘。この被着室氏の一人に自由党所属の政治家で第四次、グラットストーン内閣からローズベリー白爵内閣にかけて農業大臣となったハーバート・ガードナーがいる。ありがとうございます。